今日は那覇に来ております。那覇の今龍坊ですね、デパートです。このデパート名前変わったんですか。百貨店って書いてますけど、元々デパートメントストアって書いてます。こちらの学園カフェでちょっとお昼しようと思います。今日来てるのはまたセミナーなんですけど、セミナー来すぎっていう気がしますか。はい、セミナーの前にお昼してきます。なんですが、昨日もやったペイペイ、こちらですね、ペイペイで、昨日は支払いが500円以上だったので最初の500ポイント使えませんでしたが、水だけ買うつもりなんでペイペイで払おうと思います。ペイペイポイント、ペイペイチャージしてるもんです。ということで、コンビニですね。もう使ってる人いっぱいいるんでしょうね。スムーズに終わりました。そして100円利用できました。ここでセミナー行ってきます。セミナー終わりました。この中のありました、武道館なんでトレーニングジムもあるんですね。今日受けてたセミナーですが、ペライチっていうランディングページ、1万円もののホームページを作れるサービスがあるんですが、サービスというかページですかね。そこと A4 1枚のアンケートから広告とかホームページを作ろうっていうものがあるんですが、そこの2つがコラボしたセミナーでした。面白かったので、ちょっとペライチ1回作ってみようかなと思って。ペライチってどんなものかっていうのはどういう形になるか分かりませんが、こちらでもシェアしたいと思います。ということで、めっちゃ真っ暗ですが、どんな感じで撮影できてるんでしょうか。本当に暗がりの公園の中って感じですけど、猫がいっぱいいますがということで、またよろしくお願いします。もしよかったらチャンネル登録とかもよろしくお願いします。それでは。